ウォーレン郡はアメリカ合衆国ケンタッキー州の南西部、特にペニーロイヤル高原と西部丹田地域に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は113,792万人であり、2000年の92,522万人から23.0%増加した。郡庁所在地はボーリンググリーン市であり、同郡で人口最大の都市でもある。 ウォーレン群はボーリンググリーン大都市圏に属している。モイスト群に分類される。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ群だが、ボーリンググリーン氏のように小売りが認められるウェット氏が群内にある。ウォーレン群内にはインディアンの集落やマウンドがあった地域である。1770年代、地域最初の白人としてロングハンターが入ってきた。 初期土地所有者には、エリジャ・ゴビントン将軍などがいた。初期開拓地の一つであるマクファデンズステーションは、1785年に、アンドリュー・マクファデンがバーレン側の北岸、カンバーランドトレース沿いに設立したものだった。1976年12月14日、ウォーレン軍は、ローガン軍から分離し、州内23番目の軍として設立された。軍名は、 アメリカ独立戦争のジョセフ・ウォーレン将軍にちなんで名付けられた。ウォーレンは、ウィリアム・ドーズとポール・リビアを有名な真夜中の気候に送り出し、イギリス軍の接近を住民に警告させたことで知られている。バンカーヒルの戦いで戦死した英雄である。ウォーレン軍は、農業市場の中で川船による交易で繁栄した。1859年、ルイビル・アンド。 ナッシュビル鉄道が軍内に開通した。南北戦争の時、住民の大半は合衆国の継続を指示したとされている。しかし、ウォーレン軍は戦略的な位置にあったので、1861年9月には南軍に占領された。南軍がテネシー州に撤退した後は、1862年2月14日に北軍が占領した。この南軍撤退時に、 バーレン軍の鉄道橋、ボーリンググリーンの鉄道駅など、鉄道関連の建築物が破壊され、北軍の追撃を遅らせた。1960年代から1970年代に、週刊高速道路65号線とグリーン川、パークウェイが完成し、工業化が進展し、農業中心の社会が都市化されていった。1997年、ボーリンググリーン市は、 ナショナルアーバーデー財団に講演される樹木の都市、USA になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は547.69平方マイルであり、このうち陸地545.21平方マイル、水域は2.48平方マイルで、水域率は0.45%である。軍南部と南西部はほとんど平坦である。西部は、 ギャスパー側の近くに急な斜面と岩や崖のある丘陵がある。東部はドレークスクリーク近くでうねった丘陵となり、集中応ブの景色に似ている。北部はグリーン川とバーレン川の間で最もゴツゴツしており、リバーサイドやリチャーズビルの近くは大変高い尾根がある。主要河川はボーリンググリーン市を流れるバーレン川であり、ところによって急な斜面に囲まれている。 ボーリンググリーン市域にはかなりの数の給料がある。ボーリンググリーン市には古い貯水地病院と南北戦争の時の鳥で西県タッキー大学キャンパスの大半、ホブソングローブ、歴史あるイタリアルネッサンス様式の南北戦争時代のプランテーションなどがあり、この周辺から文化が生まれた。グリーン側は軍の北部軍境になっている。その支流として、 バーレン川とギャスパー川があり、またドレークス、クリーク、ジェニングスクリーク、ベーズ支流がある。シャンティホロー湖が、群北西宮にある。西部の平坦な高台と南部及び南西部の平坦地は、肥沃な土壌であり、タバコ、干し草、トウモロコシ、大豆などが栽培されている。その他の土地は、粘土質であり、岩が多く、農業には適していない。家畜、 馬の飼育や狩猟に使われている。ウォーレン軍の人口スイーズ、横軸の左端が最近以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍内の公共教育は2つの教育学区が管轄している。ありがとうございます。